でかい、でかい、でかい、やばい、でかいな。おお、うせえ、うせえ、でかい、でかい、でかい。はい、外遊びです。ですね、今、今回は北海道来ております。で、今空港に到着して、もう早速3時間ぐらい、移動してるんですけど、今回ね、北海道のフィンチのイベントに、来たんですが、ちょっと前乗りして釣りをしようかなと思ってます。で、まずはトラウトからかな。トラウトから、まあ、迎えに来てもらってね、フィンチユーザーで、いつもいつもサポートを完璧にしてくれる、鍋ちゃんとトールちゃんっていう、ちょん。はい、最強のサポーターがいるんで。よろしくお願いします。はい。氷点下0度、0度です。初日から。ね、めちゃくちゃ寒いっす。全部霜です。凍ってます。草が凍ってます。北海道、マイナス氷点下の中まずスタートして、吉田くんが最初レインボー釣ってくれたしね。お、来た来た。あ、ごめん、ブラウンや、ブラウン釣ったし。オッケーオッケー。波持ってくるで、粘っとって。よっしゃー、おめでとうございます。やったとりあえずここでちょっと今日半日この川で、はい、登っていこうと思います。もう渡る？行こうか。いや、気持ちいいね、めっちゃ。もうこのまま泳ぎたい気分ですな。お願いします。ノーチェイスやね。ちょっとの淀みとかでついてそうやけどね。 ちなみに今日からマイナス氷点下とかになってるから急激に水温も落ちそうやろ、これ。超釣れそう。入らん方がええよね。うわ、出そうやのんな。めちゃくちゃ出そうっすけどね。色変えた方がええかな。もしかしたら地味カラーの方が反応あるかもしれない。ねえ、もうワンキャストだけしてここへ。ちょっとこういう派手なピンチカラーで出んかったら地味カラーへ。しっかり泳ぐ系がええね。ちょっとマスカゲさんルアーで行こうかな。マスカゲさんのこのやつ。
流れ速いけんしっかり沈めれるように、これ多分ファーストシンキングのミノやったと思うから、でんね、あーやー惜しい、あー今食ったね、惜しい、なんでちょっと食いが浅いんかな、ね、全然、うん、ここで食うやろっていうとこ以外で食ったけんねその辺で食うたよね、そうですね、今魚見えた、ちょっとギラッとなったかもしれない、大きくなかった、ちょっと割とありそうに見えましたけど、ね、うん、俺もなんかでかって思ったんやけど一瞬、うん、食ってくるやつはサイズいいのかもしれない、食いそう、めっちゃ食いそう、届かんね、ちょっと、もうちょっと、超一級ポイントなんやけどね、ねえ、ノーチェイスやで、おらんね、そうですね、おったら当たってきとるやろ、だいたい 2,3 頭でまず来ると思って、あのギリギリとかにおったりするんかな、流れの、そうですね、流れのギリギリで岩の縁とかに飛んでて、うん、気温低いとあんまりいつもよりバッと出てこない感じもあるんですよね、おるやろあったらもうチェイスなんやけど急激に水温落ちすぎか、ちょうど本当に昨日一昨日で下がったんで、ね、まだ馴染んでないのかもしれないです、いや絶対おると思ったのに、去年も今時期したんですけど、やっぱりここら辺はあんま反応なくて、あ、そうなんや、本当に深くなってるとこにみんな溜まってあって、何匹も釣れるの、その深くなったとこ、そうですね、去年はその奥から数はちょっと釣り出したんですけど、うん、あとは水温に馴染んでるからですね、なんか追いかけてもこんね、
今のあたりかな。濃いですかね。もう超ショートでトゥンっていうだけやな。やっぱりちょっと食い切れてないですね。もう本当にチュンっていう感じ。はい、あ。結構活性低い時スプーンでボトム取ってトロトロ巻いてくると食ったりとかはあるんですよね。あ、そうなんや。まあでも多分持ってくるやつもいるってことですよね。あ、来た来た来た。いるいる。あ、惜しい。ちっちゃいね。ちっちゃいです。二重のカバ。ああいうやつがちょっかい出しちゃうんかな。はい、あ。やっと魚見ましたね。うん、初めて魚見たね。どう行こうか。こっちから行った方がいいね。あ、こっちから行こう。あ、そうなんや。ここは釣れるぞ。ここで絶対一本取る。ここ深いよね。食った食った。あー、抜いたー。なんで抜いた。30ぐらいあったよ。うん、ちゃんとフッキングしたのにな。抜いた。なんでやねん。ちょっと大きかったのに。食った。あ、伸びた。また。あ、なんでのくん2発で当たったのに。もうちょっとドラグ締めようか。この一頭釣るよ絶対。オッケー、食った。今度は逃さんぞ。ちっちゃいな。でもイエーイ、やった。ちっちゃいけどええ当たりした。めっちゃいい当たりしたよ。ちっちゃいのに。やったね。ほら綺麗。ほらか綺麗。ロッド立て、ちょっと縦気味がええ。4発来た。オッケー、来た。ファーストフィッシュ。オッケーオッケー。小野さん左へ。小野さん左へ。あ、いいにします。ありがとう。オッケー。あ、初めて北海道初魚。いい方ですね。いい方。ええ方や。でかい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 。こっちで写真撮ろう。よかった。嬉しい。おめでとうございます。初フィッシュ。初フィッシュ。なんなら令和初フィッシュ。あ、そっちでもついてると思いますね。はい、
あ、でもなんか今怪しかったですね。あ、来た。お、いい感じ。あ、大丈夫大丈夫。曲がる曲がる。やったー。いい曲がりいい曲がり。釣れてます釣れてます。結構いい感じじゃないですか。両端やったらよく曲がって動物園。おーし、いい感じ。はいはいはい。そのままこっちに。やったー。やりました。3人目並べる。え、もう逃がした。あ、まだいるんじゃないですか。不思議なことにミノーでは全く反応せんのにスプーンにしたら全部反応するって謎やね。よし。いや、基本ゆっくりのスローリトリーブで。さすがに 3,4 引き抜いたら手前は当たらんね。そうですね。たまに沈めて棚変えると来たりする、うん、今も俺ボトムしかしおらんのよ。あ、本当ですか、うん、軽く当てながらとか、うんうん、それが良かった。あー、食ったのに今ここでいないと思いきや今もろ食ったのに。なんでやろ。見えたよ今。本当ですか。反転したんが。おるんやね。そうですね。こういうとこもうついてないのかと思いきや。ここはおらんか、浅すぎるかな。この木の根元とかに入ったでしょ、うん、あそこよね、はあ、あそこ 4,5 匹溜まってそうやけどね。うわぁ、ミノーでやりたい。今舐めるように投げたんやけど、今の絶対出ると思ったんですけどね。上からじんわり入れたんやけどね、うん、おらんわ、うん。いないね。なんでやろう、木に当たるぐらいで流したよ、1投目。いや、そうですね、そのコースもかなり出そうな感じはプンプンしてるんですけど。もう一回角度だけ変えてやってみようか。いかん、変なとこ行った。中とかにもおるんかな。
結構えぐれて深くなってるはずなんですよね、うん、ダイレクトに入れたら根がかりそうで、いやそうですね、それがおっかないです。やめよう。すげえいい感じで流したはずなんやけど。そうですね、あの木の下とかも掘れててついてるんですけどね。うん、ワンだけかな、うん。分からん、分からんですね。あ、食った。お、あっち食った。へぇ、木の横、木の横ですよね。木をこう通してきたらこんですね。あんな角度ないマチェイスやね。今持ってましたね。けどね、多分これぐらいやったよ。あ、本当ですか。うん、めっちゃちっちゃいと思って。うん。おるんかな。折って食わんのかな。あ、釣った。お、やられよる。木に対して横に引かないかんかったの。そうですね、木の下に折ったんや、うん。まあ、結構そこの落ちてる木とかも。あ、食った今。あ、本当ですか。話してたら今食った。なんか動物おるね。なんか鹿がなんかだったんですけどね。鹿、はい。クマおらんかな。クマ、うん、もいても潜みますからね。あ、ほんと、バッと出てくる。結構ささやぶん中でじーっとこっち見したりするらしいですけど。あ、そうなんや、怖いな。この辺いそうな。ねえ、この辺おりそうよね、はあ。あ、このスプーンの投げ寄るところが見えんのよね。そうなんですよね。落下地点見えないですよね。そう。あ、めっちゃ当たりそっくりやった。一瞬聞いてなりました。ブブンってきた。おらんねえ、うん。あの建造物がゴール？そうですね、あそこがゴールです。
そうですね、なかなか。そうやけどな。そうですね、あの木の下ね、そこも普段なら出るポイントです絶対あの二人よりキャスト精度ええと思うけどね食ってくるポイントに絶対落ちてますけどね。おらんの？うん。そこ落ちていないのか。ならいないのかもしれない。あ、食った。食った。どっち行こっかな、そっち行こっかな。イェーイ。イェーイ。いい感じ。うんうんうん。はいはいはい。あ、めっちゃ綺麗な紅葉。赤が綺麗。うん、赤が綺麗。ほら。わかった、トールさん。俺ね、今までね、丁寧にやりすぎよった。あの、よう考えてボトムスレスレとかをトレースしようとしてしすぎて、適当にバーって巻きよったら食う。何も考えない方が。何も考えない方がいい。あ、ほら食った。あ、抜いた。うん、多少食い気はあるってことだな。おっ、しゃ来た、食ったよ、イエイ。何も考えん情報が一番イエイ、うんうん、これもミンチ、ちょっと可愛いけどいいサイズです。はい、ニージちゃん、パーマークがまだ残ったね、こいつ。そうですね。綺麗な。綺麗な。追いかけても買うの。いるポイントですけどね。こっちなんかな。あれを平行に巻くとかなんかな。そうですね。それも結構いい。ここもめちゃくちゃ出そうでは。でもない。あ、食った。来た。イエーイ。イエス。綺麗に食った今。あ、あ、ミキの。はい。綺麗なパーマーク付きよこの子。ほら、これも虹やろ？これも虹ですね。綺麗な。綺麗な子。ね。お、来た、やった、お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 、あー、バレたー、あいやー割といいサイズだったかも今 A サイズやったって
ギラッと当たりがやっぱでかい。でかい？あ、割と、お、いいサイズ。お、でかい。急にでかいんじゃないですかね。クリップないこれ。いいサイズ。ほら。小1です。小1でマジおめでとうございます。やったねイェイやったよこれ。あ、でかいでかいでかい。惜しい。でかいでかいでかいやばいでかいなぁ。うせやうせやでかいでかいでかい。おぉダメしたよ。あ、もういた。そうめっちゃでかかった。今40ぐらいいましたね。50ぐらいあったよ。うわでかかった。今いいサイズでしたね。ジーって引いたし。うわ惜しい。いやあれバラすか。オスロコマ北海道にしかおらんっていう。どこかでなんかそう。これなんだ。オスロやね。これなんだこれ。おお。なにこれ。あ、オスロですね。オショロ？オショロのめちゃくちゃでかいやつです。めちゃくちゃでかいよね。25アップやん。ダッキー。オショロでこのサイズはかなり。オショロで25。おお、いいっすね。お疲れした。5時起きからこのメンバーでちょっと渓流上がってきたけど、結構数釣れたから短時間にしたらいい方。そうですね、かなりいいサイズ。いいサイズ。よかったよかった。で、一番大きいのは吉田君です。はい、まだ70センチぐらいありました。だけどね、この辺のもでかかったよ。でかかったよ。本当。ただ、俺のもめっちゃでかかったよ。だってここ飛行機だからめっちゃねファイトしてて、ノイタ。いるやつや。マジで目測50だったもんね。腹の太さこんなんやったもん。やられた。やられた。というわけで、今からまた鍋ちゃんの運転で4時間5時間の移動なんで、これね、多分全員移動中に寝てしまう。もう間違いなく寝てしまう。それはこの人のせいやからね。なんでなんですか。指さしていいっすよ。もう指さしてよ、ほんと。いやいや、何ですか。何があったんですか。もうね、もう、いびきがうるさすぎて。いや、エイジ君もよ見たもんじゃないですか。いや、合唱ですよ。あのね、エイジ君はまだ寝れるレベル。やけど、牛田君はひどい。というわけで、今晩撮ろうかなと思う。やめてください。もう絶対寝やんとこ、今日。はい、もう、とりあえず、とりあえず、ほぼ初日か。初日、トラウト編、いい感じで終わったね。レインボーいっぱい連れて、おしろこまも連れて、もうそれもこれもこの二人のおかげなんで。はい、こちらこそです。はい、というわけで、あと4時間移動して、またバーベキューかなんかしようかな。はい、というわけで、後ほど。